皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。先日作ったフリクションのスタンプ台なんですけれども、インクが足りなかったようですぐにカピカピに乾燥してしまって使えなくなってしまいました。追加のインクを購入しましたので補充して復活させたいと思います。前回は多色ボールペン用のインクを使っていたんですが、今回は単色用のフリクションの回信を購入してきました。こちらの方がインクがたくさん入っていると思います。前回と同様に回信を解体してインクを出して、そのインクをスポンジに染み込ませるという流れです。多色用の方に比べてこちらの方が太いのでなかなか開けることができませんでした。先端側も後ろ側も結構グリグリしたんですけれども、一向に取れる気配がなかったのでカッターで切って壊してみることにしました。ノコギリみたいに結構細かく揺らして無理やり傷をつけて開けたんですけれども、回信が丸くて滑りやすいのでこれはあまりおすすめしません。後で動画でも出てくるんですけれども、最終的にはカッターを使わなくても開けることができました。カッターだと手を怪我する恐れもありますし、傷をつけてからこのように開けるまでが結構力技で大変でした。そしてインクが突然飛び出すという悲劇にも襲われましたので、皆さんご注意ください。単色用の回信のペン先って段階的に太くなっていくんですけども、一番太くなるところで関節のような部分がありました。ちょっと力は必要なんですが、その関節の部分をめがけて上下左右に一生懸命関節を抜くようにして動かすとペン先が取れました。ちょっとインクが出てくるまでに時間はかかってしまうんですが、先ほどのように勢いよくドバッと出て溢れてしまうっていうこともないし、カッターを使わなくていいのでこちらの方が安全に作業できるかと思います。赤のインクも同じように作業をしていきます。今回は単色用のこの回信を2本ずつ追加で補充してみました。取れたペン先の銀色の部分だけ見ると銃弾みたいですよね。あとは同じ工程をひたすら繰り返しているだけなのではしょるんですが、今回それぞれ2本ずつ補充して1週間経っても一応インクは乾かなかったので、やっぱり密閉性というよりも元々のインクの量が少なかったのかなと思います。スタンプもちゃんと押せましたし、うまく押せなかったところは消してもう一度押し直しもできるので、やっぱフリクションのスタンプにしてよかったなと思います。そしてようやく仕事手帳用のボールペンを購入しました。今年の手帳にはフリクションの3色タイプのボールペンで、ペンのボディがグラデーションになっているやつを使っていました。特に問題なく使えているアイテムなので、そのまま来年も継続して使う予定でした。計算外のことが起きまして、それが来年使うプロッターのペンホルダーにこのペンがフィットしないんですよね。一応最後まで入れることができるんですが、こう無理やり入れてる感じでさっと取り出したりさっと入れるみたいな動作がスムーズに行えない状態です。これはちょっと良くないなということでボールペンを変えることにしました。仕事手帳用のボールペンに求める条件としてはフリクションであること、そしてこのプロッターのペンホルダーに入ること、そして赤、青、黒の3色が1本にまとまっているということです。このわがままな条件を満たしてくれるボールペンがありました。それがフリクションボール3ビズ
というシリーズです。フリクションのビジネス向けモデルでして、メタル素材でできています。本体はブラック、ダークブルー、ボルドーの3色がありまして、私は赤系のボルドー色を購入しました。ボディ全体はボルドー色、そして要所要所にクロムメッキのシルバーが配合されています。とてもシンプルな大人っぽいデザインですよね。ボディをくるくる回すとインクの色が変わる繰り出し式です。今出ているインクはこのペン先の部分で何色かを見分けるようになっています。そしてフリクションのインクをこすって消すあのラバー部分もキャップがついていて隠れるようになっています。このラバー部分が見えると急にチープな感じになりますが、このキャップがついていることで全体的にスタイリッシュな感じになっているのがいいですよね。ペン先の部分を引っ張るとセットされている芯が見えるようになるので、ここで回芯の交換を行えるようになります。試し書きをしてみました。ペンの軸も太すぎず細すぎず、そして程よい重みがあってとても書きやすかったです。書き心地的にはとても満足なんですが、繰り出し式ということでペンを繰り出してみないと何色が出たのかわからないっていうのがちょっと難点ではありますよね。今までのやつはノック式なので、自分が出したい色のレバーを押せば好きな色がポンと出たんですが、繰り出し式はちょっとその辺が手間になってしまいますね。本体の色がボルドーのものを選んだんですが、正直黒と迷いました。ボルドーだとシルバーの部分が黒だとゴールドになっていてすごくかっこいいんですよね。とても高級感があるペンになっていて素敵だなと思いました。そして私が使うテンペスティのレザーバインダー的にも黒の方が合ってるのかななんて思ったんですよね。というのもゴムバンドが黒だし、このペンホルダーも黒だし、黄色と黒で統一感が出るかなと思ったんですが、私は赤が好きなので自分の好きな色であるボルドーを選びました。今回とてもネックになっていたペンホルダーの出し入れなんですが、やっぱりとてもスムーズに行えるようになっています。私の条件に見合うボールペンというのがこのフリクションボール3ビズしかなかったんですが、デザイン的にもとても満足しています。ペンホルダーにペンを入れてみるとこんな感じです。ペンホルダーの部分が結構長いのでほとんど隠れてしまいますが、とてもかっこいいですよね。来年の仕事手帳のリフィルも揃ってるし、出勤とテレワークのフリクションスタンプも完成したし、そしてペンホルダーにさせるペンも用意できたので、これで来年の仕事手帳の準備は万端です。リフィルが12月から使えるようになっているので、12月になったら早速このセットで持ち歩いて使ってみようと思います。来年の仕事手帳はテンペスティのカスタード、そしてフリクションのボルドーと焼き芋コーデで使います。めちゃくちゃ可愛くて色の組み合わせも気に入っています。また実際に手帳を使ってみて使い勝手が思ったより良かった悪かったとか、もっとこうすれば良かったとか感じる部分が出てくると思いますので、そしたらいろいろとお話ししようかなと思います。今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。